はこんばんは、じゅんこまつです、今日はですね、これから、地域接種ですね、コロナの、予防接種に行ってきたいと思います、9時半から11時までの間に来てくれという間に来てくれということなので、これから行ってきたいと思います。会場の大城内科に到着しました。この腕いりますので、はいはい、力を抜いてだらんです。筋肉注射で痛くないですので力抜いててくださいね。力抜いてだらんです。はい、終わりですよ。早いですね。はい、これはね、筋肉注射ですので痛くもなんともないです。じゃあ説明をしますね、はい、ここを揉んだりこすったりしないように、はい、お風呂はいいです。激しい運動や、はい、そこを揉んだりこうやってひっかくようなことだけはやめてください。お酒もやめてください。あ、はい、今日明日はとにかくゆっくり過ごすことを心がけてください。タバコは大丈夫です。タバコもね、本当はやめてほしいです。いろんなことをやめていただきたいんですけど、まあ、あの自分の体と相談しながらお願いします、はい、あの初めてのワクチンなので何がいいとか悪いとかっていうのは本当にわからないんです。ただ無理をしないこと、これが一番大事です、はい、それから若い人に多いんですけど、熱が出たり吐き気があったり全身がだるい、そんな症状が出てくる方が多いです。なんかよく2回目がそうなるって聞きますね。2回目の方が強いですし、このワクチンファイザー製なんですけど、はい、モデルナ製の方が強く出るとは言われてます。あ、でも本当に人それぞれなんです。あの若い人に出やすいというだけで、年齢の高い人でも熱が出る人たくさんいます。で、熱が出れば解熱剤、はい、痛かったら痛み止めを使ってください。市販のものでも何でもいいです、うん、我慢をしないこと、とにかくゆっくり過ごすこと、今日明日は無理をしないこと、これに心がけてください、はい、それ以外に熱が8度5分以上ずっと続いた場合は必ず受診をしてください。はい、はい、お願いします。まあ、今日は風呂はダメってことですか？いいです。お風呂いいです、はい、今ワクチンお風呂全部 OK です。あ、そうです。ただここをこういうふうにこすらないように。そうです、はい、人によっては2週間ぐらい指先がだるくなったり痛くなったりしびれたりあります。それからあとここにね、ちょっとなんかあるんじゃないかっていうような気があったり、ここが腫れたり赤くなったりもします。だんだん引いてきますので、はい、一番いいのは神経質にならないこと、はい、じゃあ10時25分まで休んでいただいて、はい、次回9月10日同じ午前の時間です、はい、6人単位で売ってますので必ず体調を整えてきてください、はい、で10時25分になりましたらこの紙を受付に渡してお帰りくださいね、はい、はい、以上終了です。ありがとうございました。先生にまたねって言っていてね、ありがとうございます。
1回目の、コロナ予防接種が終わりました。2回目は、9月の11ですね。それでは帰りたいと思います。おー、おー。